そう、ソファー買ったんですよね。どうですか？顔が暗い。ここからでも あ、かっちゃんギフトありがとう。顔がシュッとした。本当に チョコ連れてこようかな。彼女にしたい？していいよ私でよければ。なんでさ、なんで暗く見えるのかな。どこに置けばいいのかなってさ、自分でもちょっとわからないんだよな。これ赤いじゃん。やっぱこの青っぽいやつがいいね。もっとでっかい照明買おうかな。この辺に来たら明るいんだよね、顔の近く。最近モバメ多くて嬉しい。本当に？みんなの返信見てるからさ。のぶさん、ギフトありがとう。テレビつけようかな。リモコン？これか。もうね、この部屋で暮らせるぐらい揃ってる。今日東京734人だって。ニット見せて。はい、
やっぱね、前髪伸びてきたからこうやってやる方がね、安定するんだよな。ね、変わんねえよって感じ。ニュース見てる？なんかやってる？最近ね、ドラマほとんど見ててね、今日もちょっと楽しみだな、ドラマが。この時間はフジテレビでしょ。暇だな。台が低いことに気づいた。一旦失礼します。すいません。ぴったりやないか。そうすると暗い？暗い？ないかな。元気ですか？やばい、今日全然コメント来ない。何話そう。この間初めてヒダイヤのカードゲットしたよ。ドボン、やった。もう君はヒダイヤをしたね。え、コンビニの白い恋人アイス食べた？ファミマがローソンにあるから食べてみて。ファミマかローソンか。え、それめっちゃさ食べたいなと思ってた。今日なんか買おうと思ったんだけど忘れてて、それだ。元気だよ元気だよって返さないで。なんか私が返しやすい言葉で返して。テレビ何インチ？あ、これ40くらい、40くらいのやつです、きっと。お父さんが頼んでくれたからわからないけど、なんか家が白いから、部屋が白ベースだから、ソファー見てわかると思うけど。フレームが白いやつ、フレームホワイトにしました。全然フレーム、テレビのフレームって大体黒いじゃん。黒にするともう部屋に合わなすぎて、絶対買うなら白いフレームがいいなと思ったんだよね。だから白がいいと言ってそうしてもらいました。もうすぐ誕生日、誕生日メール楽しみにしてるね。送るね。お金持ちのお嬢様、お金持ちのお嬢様に見えるんだ。
見えるんですね。そんなことないけど。今日勉強終わりましたよ。今日もいい感じ、ありがとう。今暗い？今画面暗いですか？自分で携帯で見て。お嬢様にしか見えない。喋ったらやばいよね。普通のアイドルよりさ、なんかめっちゃそんなこと言うんだみたいなさ、口悪って思われそう。口悪いんですけど口悪いっていうかさ、なんか思ったこと普通に言っちゃう。いや、お嬢様、いや、お嬢様でしょ。私の何を見てお嬢様と言っているのか。ピアノでしょ、フィギュアスケートでしょって言われるけどさ、それは私が無理言ってやらせていただいたからね。ラブイチゴちゃん、ギフトありがとう。そう思ったこと言う。昔は全然思ったこと言わなかったけど、なんか我慢してたらなんか、え、自分じゃなくねと思ってなんか自粛、コロナに入ってこの1年くらいはもう本当にありのままの自分でいるかな。なんか100人いて100人私のこと好きとは限らないから、100人いて1人でも好きになってくれる人がいればいいなくらいの気持ちでやってるからね。もうファンはたくさん、たくさんというかもうずっとついてきてくれるファンがいるから、もう味方でしかないから、なんか自分偽っててもなと思って。あとはやっぱ自粛でずっと家にいるから、なんか偽りの自分がなくなったっていうのかな だからね、私のメール取ってる人とかはね、食べ物とかね、超親父臭い食べ物の写真送る時とかある。昨日とか一昨日送ったと思うんだけど、なんかお嬢様って言われるけど自分ではなんか分からんよね。インスタとかにはなんかケーキ食べましたって載せてるけど、それはインスタを映えさせるためであって、食べきれないし実際友達に食べてもらうし、家帰ってきてなんかめっちゃつまみとか食べてるし、モバメ撮ってみたくなった。撮ってくれたらどうしようかな。撮ってくれたらどうしようかな欲しいな。おつまみ系大好き。最近茎わかめ大袋で買った。そう、茎わかめなんか一周戻って茎わかめに行くんだよね、好きすぎて。ここにさ、チョコ乗せたら絶対可愛くない？連れてこようかな。見たい？ちょっと連れて行きましょうか。
そっか、まだね5時過ぎだから会社終わるか。終わったかまだ終わらないかみたいな瀬戸際。ソファーにはチーコしないですよ絶対。お手とか何歳で覚える？犬って。犬モコは私がなんか覚えさせて、前飼ってた犬は。今飼っている犬はなんか保護犬だからお手とか知らなくって、お手って何って感じなんだよね。だからもう多分一生わかんないんじゃないかお手とかが。どうやって覚えさせてるの？みんな教えて。犬の気持ちっていう本買おうかなと思っててさ YouTube にいろいろある。 YouTube にあるんだ。じゃあね、チョコとクロ連れてくる。多分チョコは来ないけど、クロは来ないけどチョコは来ると思うんで、ちょっと連れていく、来る。おやつを持ってお手できたらあげる。まずお手ができないんだよね。どんどん綺麗になる。それ見間違いじゃないですかじゃあ連れて行こうよかな。持ってこよう、持ってこう。物じゃないんだから持ってこようって何って感じ。
ンされてない？よいしょ。来たよ。3分以内大丈夫だったかな。ねえ、ここどこって。パンパスさせるね。もしチーコチーコをしたら嫌だから、チーコしたら嫌ね。ダメダメ、そこ行かないで。パンパチチよ。はい。ニョ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 。ダメ。まあね、口前。なんで行くじゃん、行くじゃん。ダメダメ、ちょうどいい。パンパーチ。かわいい。かわいい。かわいい。チョコちゃん。チョコちゃん、ニコタちゃん。もうここに慣れさせる。慣れさせます。ラブちゃんのと一緒。え、お揃いだって。キャプテンアカーさんはみんなギフト投げてくれてた。ミリアちゃんありがとう。久しぶりだから投げてくれるのかな、ギフト。嬉しい。今のチョコの気持ちをどうぞ。ここはどこかなって。こんにちは。左からこんにちは。右からこんにちは。向こうだったらさ、うーとか言ってたらね。下降りるの？あ、降りそう。降りる。降りる。はい。待って、積み立てないで。はい。ラーハンさん、ギフトありがとう。もう膝の上がいいみたい。チョコが吠えたことね、一回も見たことないの。一回あるかな、でもね、チョコ吠えたとこ見たことないです。今日お散歩してないです。なんかさ、まだ雪が積もってて、ぐちょぐちょだから、芝生？ドッグランとか連れて行こうと思ったんだけど、まだぐちょぐちょしてるから。まだ連れてってないですね。ね？でもさ、この間もここショールームしてるとき連れてきたじゃん。だからなんとなくここ覚えてるっぽい。チョコ、相馬小太郎さん、ギフトありがとう。嬉しい。チョコはね、チョコはね、今なんでチョコちゃんかわいいね、かわいいね。あ、ねえねえ、かわいいね、かわいいね、かわいいね。探検してます。
黒はね、もうパパ一筋だからね。ね。そうだよね。おいで。チョコ。カバ来る？ご飯も残さず食べるよね。ね。パンパースが可愛い。てかさ、私が前飼ってたモコを知ってる人はさ、なんか不思議な感じじゃない？前まではさ、モコがここにいたのにさ、新しい犬って考えたらなんかすごい、1年前とか半年前は思ってもいなかったことだからさ。もうね、決めた。チョコは手なずける。もう黒は絶対パパだから、チョコは私こと一番好きになってもらえるように、もうずっと連れてくる、ここに。チョコ降りるの？いやいや、爪立てないで。せっかくだから写真撮ろうかな。いい？いいよ、じゃあこれもまめに乗せるわ。何やってんの？何やってんの？何やってんの？よし、はい、チョコ入れ、チョコ入れ。モコは配信中に入ってたよね。え、そう、この間ね、モコが恋しくなっちゃってさ、モコが出てるショールーム見たのね、映像倉庫とかにあるやつ。それもう泣けた。なんかモコがさ、自由人すぎてさ、こいつたちとは違ってさ、それもなんか懐かしくて、私がこうやってやるだけでうーとか言ってね。え、こちゃんわかる？チョコここ向いて、はい、そう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 、ここ向いて、チョコここ、はい、3、ここ2、取れたかな。じゃあここ、ここ、ここ。ちょっとここ向いて、ここ。これ、ここ、あ、なんかいた。
これここダメだみんなダメだこここっちこっちこっちパク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 ここパクここねえカメラ向きにしてよ。そうそう。ダメだ。タイマーでやってんだけどさ、3の時はいいんだけど、2、1、0になったらなんかもう違うとか。ここ。いいんじゃない？じゃあこっちにもポーズしとく？ショールームの皆さん僕撮ってって。はい、チョコ遠近法使っていいですか？遠近法向いてる、上向いてる。ありがとう。ちょっとおとなしいな。だってあくび取れた？チョコの？ずっとチョコと戯れるだけの写真チョコ降りるの？モコはね、部屋に連れてくともママのこと大好きだったから、うん、すごいね泣いてた。部屋のドアのとこに行って、足音が可愛いよね。
クローゼット乗っかってる。チョコとの写真撮れたかな。ここじゃさ通れなかったような、すごい隙間を通るんだよねこいつ、細いから。ワン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 。スリーコインズでワンコの被り物を売ってるよ。なんかね、スリーコインズでも売ってるんだね。この間100均でなんか被り物みたいの売ってて買ったんだよね。今日見ようとしたドラマは、見ようとしているドラマはなんだっけ、10時からの夫婦のやつ、なんだっけ、広瀬アリスちゃんのやつ、あれを見てます。毎週木曜日、日曜日は2つあって、天国と地獄っていう入れ替わっちゃうやつと、あ、そう、知ってるワイフだ、みんな見てる、これ夫婦のやつ面白いね。あ、そうそうそう、タイムスリップするやつで、日曜日はあ、そう、天国と地獄と、夜は10時半からはのゾンビのやつ、マキタスポーツさんっていう人知ってるかな、俳優の人なんですけど、出てるのね、そのゾンビのやつに。山梨の人で、私一回共演したことがあって、知っていますかね、共演したことあるんだよ。バラエティだけのタレントさんかなと思ったら、俳優もやられてて、すごい味のある演技で、なんか私この人と共演したんだすごいって、すごい自分でなんかもうウキウキしちゃってた。なんで共演したんだっけ、あのね、山梨の番組で山梨のことを語る会みたいなやつで、アナウンス、男のアナウンサーさんと私とマキタスポーツさんの3人で対談みたいな感じでした。知ってるよだって、え、覚えてくれてたんだ。そう、山梨の人なんですよ、みんな意外と知らない。ちゃかちゃかちゃかちゃん、今日あとはあの結構見逃しちゃったりするから、寝ちゃったりして、 TVer っていうやつで見逃し配信で見てる。てかこのソファーさ、ぴったりじゃない、ちょうどショールームに収まる。だいたい2人ぐらい座れるんですけど、このくらいだったらちょっとこうやって寝れるの。だからいつもこういう感じで携帯いじってて、もう寝ようと思って、何チョコこのちょうど寝れるんですよね、ここに足乗っけて、下品ですね、こうやってでチョコを乗っける予定です。はい、おいで、ここ
チョコちゃん、チョコちゃん乗っけてねんねって靴下脱ぎちゃった。ここが好きなんですよ、チョコは。私が寝てね、この上が好きなんだ。あ、最悪最悪。見て見て、チョコにこれ詰め立てられてさ、ニット、あ、でもこうやってやれば長く、ニットチョコ、ニット、もう全然わかんないか。結構ドラマ見てるね。そう、なんかね、ドラマ見たいなっていつも思うんだけど、1話見逃すといいやってなっちゃって、 TVer もさ見逃し配信やってるけど、その1週間のうちにやった回しかやらないじゃん。でも2週間経っちゃう、1週間以上経っちゃうとその回が見られなくなっちゃうから、ちゃんとね見ようと思って、今回は だから今日は10時から見て、知ってるワイフっていうやつを見て、もし時間があったらすっぴんだけど配信しようかな、ドボンとか。ドボンやってないからちょっとドボンでも配信しようかなって思っています。するよじゃなくて思ってるので、もし私がドラマ見てて寝落ちしちゃうことがあるから、もし起きてたらやろうかなって思います。最近、今年っていうか今月やってないから、ショールーム今日はできたらやろうと思います。ドラマ視聴配信、私さマジで無言になるから、ちょっとそれ全然みんなと見ていいんだけど、ドラマ見てると無言になっちゃうからいいのかな、はマジかとかしか言えないと思うんだよね。チョコ、チョコもう下行く？ねえ、ちょっとこの機会に自撮りしていいですか？全然写真がないからさ、ヒラヤのリアルな見れて最高じゃね？無言でもいいの？ちょっとじゃあここでね、撮るね。のばめ用と SNS 用に写真撮ります。ワンコ何歳ぐらい？このチョコちゃんは3歳くらいかな。ヤコケンだったから何歳かわからないよね。あ、ワンワンワン言ってる。クロがクロワンワン言ってるね。HH 写真どうやってこれで HH 撮るっていうの？一番は覚えてる。
ウインク、ウインクですか？ウインクどうやって？超下手だからさ。どういう感じがいいのかな。こっちにお願いします。チョコがなんかカシャっていうのにめっちゃ反応してる。チョコちゃんおいで。おいおいおい。チョコちゃんも写真撮ろう。チョコちゃんと向いて。ここ向いて。かわいい。こっちこっちこっち。ねえ、何やってんの？チョコ。チョコこっち向いて。この手がかわいいから手持ち。眉毛あるよね。ありがとう。はい、じゃあそろそろ終わろうかな。またお風呂入ってご飯食べて時間あったら配信するね。じゃあ読みます。おのっちさん、ギフトありがとう。はい、見ます。1位なふふんさん、2位ラブいちごちゃん、3位かっちゃん、4位のぶさん、5位キャプテンアクアさん、6位ミリアちゃん、7位あきらさん、8位ショコラさん、9位あやぽんあやかさん、10位ピータさん、11位もう少しねさん、12位この音とまれさん、13位石井のピンポンさん、14位いつつさん、15位わいまつさん、16位るきさん、17位福寿あいみさん、18位山田七海推し、エイトなるも神推しさん、19位ピアノマンさん、20位タモリ TS ヒダイアラブさん、21位シラスさん、22位スターフレットさん、23位さん、24位アルさん、25位相馬小太郎さん、26位おひでさん、27位のりすけさん、28位しゅんすけさん、29位ダットプ HAM さん、30位ココさんです。ありがとうみんな。じゃあまたね。ソファーはこんな感じでした。なんか服が同系色すぎてあんま分かんない。こんな感じね。じゃあ最後にチョコもね、バイバイって。バイバーイ、またします。バイバーイ。